にちは、岩間よい子です。今回ご紹介するのはこちら。バーバーバー！ Amazon プライムデーおすすめセール商品。7月16日と17日、Amazon のビッグセールであるプライムデーが開催されます。今年はこの2日間に加えて先行セールとして、本日7月11日からすでに一部商品がセール価格で登場しています。先行セールとプライムデーは同じセール価格となっていますので、先行セールの段階で安くなってたら、もうその時点で購入していただいて大丈夫です。むしろ人気の製品は先行セールの時点で売り切れてしまう可能性もありますので、気になる商品はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。まずはプライムデー参加の事前準備として、こちらのポイントアップキャンペーンにエントリーしておきましょう。先行セールとプライムデーの期間中に合計1万円以上お買い物をすると条件に応じてポイント還元が受けられるんですね。プライム会員ならプラス 3%、 Amazon マスターカードでのお支払いでプラスで 4%、 さらにここに出ているカテゴリーの商品ご購入でプラス 8%、 ここに出ているカテゴリーが人によって異なるそうなんですけども、この狙い目のスマートホームとか入ってる場合もありますので、ぜひ確認してみてください。しかもここにあるように、セール対象商品通常価格の商品を含むなので、通常価格、つまりセール対象になってなくって、安くなってなかったとしても、普段から必要なものとかはこの期間に買っておくとお得ですよね。こちらのエントリーボタン押すだけで、期間中のお買い物に適用できますので、必ずエントリーしておきましょう。このエントリーページの URL はこの動画の概要欄に貼っておきますね。動画の概要欄の見方なんですけども、今この YouTube のアプリで見ていただいている動画のタイトル部分タップしていただくと説明欄が出てきて、もっと見るを押していただくとキャンペーンページの URL だったりおすすめ商品のリンクを貼っておきますので、ぜひ活用してください。ではここからプライムデーのおすすめセール商品をご紹介していきます。まずはスイッチボットハブミニ。こちらはどのご家庭にもおすすめのアイテムです。このスイッチボットハブミニを使うと今ある家電をスマホで操作ができるようになります。例えばスマホでエアコンを操作したり、外出先からエアコンをつけたり、起きる時間になったら自動的に電気がつくようにスケジュールしたり、いわゆるスマートホーム化っていうのがこのスイッチボットハブミニを使うことで実現できるんですね。スマートホームというと最新の家電じゃないとできないんじゃないかと思われがちなんですけど、このスイッチボットハブミニを使えば今ある家電買い替え不要でスマートホーム化が可能です。例えば古いエアコンだったとしても、こういったリモコンってついてますよね。このリモコンの信号をハブミニに登録することでスマホでの操作が可能になるんです。私はショートカットを設定して、こういう風に iPhone のウィジェット画面に家電の操作のボタンを置いてすぐに操作ができるようにしてあるので、めちゃめちゃ楽です。でスイッチボットの製品たくさんあるんですけど、まずはスマートホーム初めての方はこのスイッチボットハブミニを買えばもう主要なスマートホームのことはできるので、初めての方にはこのハブミニがおすすめです。で、新型と旧型があって、こちらで選べるようになってるんですけど、このハブミニ普通のやつが従来のもので、で、このハブミニマターっていうのが新しい方ですね。で、今から買うならこのマターの方がおすすめです。もちろん従来の方でも十分便利に使えるんですけど、このマターっていうのがスマートホームの共通の規格なので、今後いろんな製品との連携が高まってより便利に使えるようになります。で、スイッチボットの製品でもう一つハブ2っていうのがあるんですけど、こちらもう少し機能がプラスされていて、温湿度計とか光センサー付きで温度とか明るさに合わせていろいろな操作を自動化できるっていうものなんですけども、まあ、正直ここまでの機能使わないかもなと思うんですけど、私は今回どんなものかを確認するためにこっちのハブ2を購入して試してみようと思います。まあ、基本的には最初に紹介したハブミニのまた対応モデルがおすすめで、で、よりプラスの機能、温度とか湿度に合わせた自動調節にも
興味があるっていう方は、こっちのハブ2を検討してみるのもいいかもしれません。続いて、Amazon Echo。アレクサに頼んで、声でいろいろな操作をすることができます。エコーは単体でも十分便利なんですけども、先ほど紹介したスイッチボットハブミニと組み合わせると、さらに便利になるんです。声で話しかけて、電気つけてとか、エアコンの温度下げてとか、声だけで家電を操作ができるようになります。忙しい朝とか、両手が塞がってる時なんかに本当に助かりますよ。で、エコーの種類がいくつかあるんですけども、私が使ったことがあるのは、このエコードットっていうやつと、こちらの今使ってるのがエコーショー5っていう画面付きのモデルですね。で、いずれにしても、この時計として見ることが結構多いので、個人的には時計表示があるやつが便利だなと思ってて、その意味で、今回新しく発売されたこのエコースポット2024年発売モデル。こちらがですね、スマートアラームクロックなので、時計がメインの製品になってますので、もしかしたら自分の使い方に合うかなと思って、今回私はこれを買おうと思います。通常11,480円のところが、プライムデー先行セールで、なんと、マイナス 48% の5,980円。ほぼ半額で、この新製品を買うことができます。まあ、こちらまだ、これから買うので使ったわけではないので、おすすめできるかはわからないけど、今回私はこれを買いますね。続いて、Kindle Paper White。こちらは本日先行セールの段階ではまだ値下げはされてないんですけど、予告が出ていて、セール実施期間、16日と17日、プライムデー当日に、こちらの Kindle Paper White 4000円オフとの予告が出ています。電子書籍の Kindle を読むための専用の端末ですね。で、Kindle はスマホのアプリでも読めるんですけど、この Kindle Paper White は、スマホと違って、目に優しい紙みたいな画面になっていて、ブルーライトも気にならないので、寝る前にも安心して読書をすることができます。私もこの Kindle Paper White を使うようになってから、夜寝る前にスマホを見るんじゃなくて、読書をすることで、スムーズに眠りにつくことができて、その分朝早く起きられるようになったので、自分のやりたいことに時間を使えるようになりましたよ。続いて、アンカーサウンドコアエアロフィット。こちらは耳を塞がないイヤホンですね。私自身、耳の中が蒸れやすい体質で、カナル型とかの普通の耳の中に入れるイヤホンが苦手なんですね。今私が使っているのは、このショックスっていうメーカーの骨伝導イヤホンで、こちらもすごく気に入っていて、このチャンネルでも何度も紹介してるんですけども、これを使い始めたのが多分3年前くらいなので、まあ、その間いろんな新しい製品が出てきてるじゃないですか。なので今回また違った耳を塞がないイヤホンっていうのに挑戦してみたいと思います。こちらのアンカーサウンドコアエアロフィット。このように耳に引っ掛けるタイプで、こちらは骨伝導じゃなくって普通に空間が振動して聞こえるっていうもので、音の聞こえ方とか装着感とかがまた違ってくるかなと思うので試してみようと思います。こちらもまだ使ってないので、この製品自体がおすすめできるのかはわからないけど、もし耳の中が蒸れやすいとか、普通のイヤホンが苦手っていう方は、こういった耳を塞がない系のイヤホンはめちゃめちゃ快適になるのでおすすめです。続いて、アンカーの USB-C ケーブル。こちらはしなやかで柔らかくって絡みにくいケーブルとなっています。なんか iPhone とか Mac にもともとついてくるケーブルって結構こう張りがあって硬いじゃないですか。なのでこうちょっとデスク周りでこんな感じで飛び出してきがちなんですけど、アンカーのケーブルはすごくしなやかなので扱いやすいんですね。で、普段はこの Mac で使っていて、こういう風に隙間に入れて下のコンセントに挿してるんですけど、狭いところでも収めやすいのでデスク周りがすっきり使えます。急速充電にも対応していて、こういうノートパソコンとかタブレット、スマートフォンに使うことができます。で、最新の iPhone 15 シリーズは USB-C の端子になっているので、15シリーズ持ってる方にもおすすめです。で、これの USB-C じゃなくって普通のライトニング、従来の iPhone 用のライトニングになってるバージョンのものもあるので、
iPhone 14以前の従来の iPhone の方にはこちらがおすすめです。続いて、アンカー 3-in-1 キューブ with マグセーフ。3-in-1 のマグセーフ充電器ですね。ここはマグセーフで iPhone を充電できて、で、横で Apple Watch。で、この裏のところでワイヤレスイヤホンを充電することができます。この Apple Watch の部分は使わないときはこうやってしまっておけて、で、ここも角度が変えられて、こうやってキューブ状にできます。1台3役の充電器の中でも本当にコンパクトで、デスク周りがスッキリと使えるようになったので、とても気に入っています。続いて、炭酸水。私は9年前にお酒をやめました。そして、代わりに炭酸水をよく飲んでるんですよ。お酒飲む方だったらわかると思うんですけど、この炭酸水の飲んだ時の喉越し感っていうのが、お酒の代わりに飲むものとしては満足感が得られやすいかなと思います。しかもジュースとかと違ってカロリーもゼロで、基本水なので太る心配もありませんよね。炭酸水、こういうラベルレスのタイプだと捨てる時のラベルを剥がす手間もなくておすすめです。お酒をやめて良かったこと5000の動画も出してますので、よかったら見てみてください。続いて、ドライゼロ。ノンアルコールビールですね。お酒をやめてからしばらくは、ノンアルとはいえ、飲むと本当のビールが飲みたくなってしまうんじゃないかと思って避けてはいたんですけど、最近はもうお酒への執着はなくなったので、たまに飲んでます。で、ノンアルコールビールの中でも、私はこのドライゼロが一番味的にも美味しいし、糖質ゼロ、カロリーゼロなので安心かなということで、ノンアル飲むときは大体これですね。さあ、そして Amazon の関連サービスもプライムデーに合わせて超お得なキャンペーンをやっています。まずはオーディブル3ヶ月無料。これめちゃめちゃおすすめで、私も今使ってます。オーディブルは本を音声で聞けるっていうサービスです。ナレーターさんが朗読した本をスマホのアプリで聞くことができます。移動中とか作業中とかに何かをしながら読書をすることができます。オフライン再生にも対応しているので、外出先でも使えますね。ラインナップもビジネス書とか小説とか結構話題の本が揃っていて、気になってたけどなかなか読めてなかった本とか、ぜひこの無料の機会に聞いてみてください。通常は無料体験1ヶ月なんですけど、プライム会員であれば今なら3ヶ月無料で使えます。オーディブルの3ヶ月無料になるキャンペーンはなかなかないので、ぜひこのチャンスに体験してみてください。こちらのキャンペーンページも概要欄に貼っておきますね。続いて、Amazon Music Unlimited 5ヶ月無料。こちらは音楽の聞き放題サービスですね。プライム会員の方は、新規会員登録で、なんと5ヶ月無料で使えます。オフライン再生もできるので、これからの季節、旅行中などに利用するのもいいですよね。キャンペーン期間は、プライムデーの翌日7月18日までとなっていますので、今のうちに登録だけでもしておくのがおすすめです。続いて、Kindle Unlimited 3ヶ月無料。電子書籍の Kindle の読み放題サービスです。こちら私、長年継続して使ってます。本って買っても、なんか難しくて自分には読めない場合もあるので、こういった読み放題であれば、気軽にいろんな本に挑戦することができるので、本当に助かっています。Kindle の端末はもちろん、スマホのアプリで読むことができるので、外出先の隙間時間の読書にも便利です。この3ヶ月無料のキャンペーンページも概要欄に貼っておきますね。ログインした状態でこのページを見てみて、この3ヶ月0円っていうのが表示されてれば、キャンペーン対象となりますので、もし対象だった方はぜひこの機会に使ってみてください。ということで今回はプライムデーのおすすめセール商品をご紹介しました。この動画の概要欄に各商品のリンクとキャンペーンページの URL を貼っておきますので、ぜひこのお得な機会に利用してみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。